はい、長野県は善光寺にやってきましたよ。久しぶりに来たな。何十年ぶりだろう。でかい。とにかく人が映るとうまくねえんだよな。こんなのなんかでもこれ看板新しくねえ、どう考えても。大本願ってこれ看板新しいよね、どう考えても。へえ、こんな素敵なお寺ね、新しいなこれ、どう見ても。はあ、水子のでこんなです。まあ、中行ってみたいと思います。でかい門もでかい。人すごいですよ。なんか懐かしい。久しぶりに来たけど、こんな仲見世通り善光寺もすごい人がこんなにいるんだ。はい、スタバですよ。これなかなか珍しいスタバっていう話で、ちょっと入りたいんだけど、まあ後で。これスターバックスですよ。見えないよね、全然。和風のスターバックス、面白い。はい、善光寺2個目の門だね。この 2つも門くぐってから、あの、なんだろう、 本丸というか本堂に行ける感じ。これ上に人がいるから行けるんだね。ちょっと行ってみたいんだけど、どうやって行くんだろうか、お金払うんだろうか。ちょっと行ってみたいな。あ、手を洗っていかなきゃか、あそこで。手を清めてから行かないとですね。飲料水ではありません。ひしゃくがないけど、あ、ひしゃく、そうか、ひしゃく置いてませんだ。ほら今ね、ほらみんなが手が、みんなが同じものをつかまないように、コロナでひしゃくありませんって。よし、行ってみよう。あー、これでかい。これ上行けるんだね。ちょっと行ってみたいです。どうやって行くのか分かんないけど、善光寺に来てますよ、長野県ね。そしてこの善光寺なんだけど、もうあちらこちらにああいうね、お寺みたいな建物がね、どっち向いてもあるんだよね。まあ、これは何のためのものなのかちょっと分かんないけど、これからね、本堂に行ってみようと思う。あの、これ前に人がいるんだよね。入れるんだよ、行きたいんだけど、どうやって行くのかまだ分かんないっていうところです。はい、本堂ですね。はい、これから行ってみますよ。はい、これほら、いつものよくある浅草寺とかにある線香を入れて悪いとこにかけるっていうね。ガチョウか、頭にかけられたよ、この煙、ばあちゃんに。効果なかったけどね、残念ながら。はい、これ本堂、今から行きます。あー、でかい、すごい。こっち行きたいね、上ね。こっちの上に行ってみたいよ。はい、山門来ました。上登りました。やっぱり有料だったね。で、建物の中は取っちゃダメっていうことで、建物から外は取っていいっていう話で、高いところから見下ろす長野市内、なかなかいいですよ。すごい広いんだね、善光寺って。で、その仲見世通りも人すごい、結構。はい、こんな感じでね、さっきの山門上から撮ってます。いい天気で良かった、すごい。もう快晴ですね。雨予報っぽかったんだけど、でもすごい晴れた。で、これは善光寺の、この山門っていう高いところから見下ろすした景色ですね。そっちは何なんだろうな。そっちもほら、ね、みんななんかお寺みたいなのが、もう周り至る所にたくさんある。そこには池みたいなね、お堀になってますね。あれみんなハス太郎がね、枯れちゃってる、ね、あそこほら、清水みたいなちょっと舞台になってるところもある。あそこも行けんのかな。人がいないから行けないのかな、わかんないけど、なかなか楽しいですよ、すごく。善光寺久しぶりに来たけど、こういうところに入るのは初めてですね。一周できる感じ、この山門ね。さっき下からこう取った門、こんな感じね。これ500円で上に上がってこれます、階段で。で、だけど建物の中は取っちゃダメだっていうことで、あの、撮影不可だけど、建物のものから外に向かっては撮影可能ってことですね。これ、あの、長野のね、これ山々が見えていて、ね、そこも、まあ、なんだろうね、お寺あって。で、ここがほら、本堂。こんな感じで高いところから 見るのもすごいね、これ本当に。なんだろうね、立派だよ、でかいね。大きい。こんな感じ。
ですね。あそこ三重の塔は資料館って言って、あそこもね行けるみたいですね。後で行ってみます。あそこちゃんとほらお寺のお金、金も、お金じゃねえ、金もありますね。あそこもやっぱり除夜の鐘とか鳴らすんだろうな、当然な。毎朝鳴らすのかな、ちょっと分かんないけど、とにかく大きいですね。今一周してみますよ。そこのご座が引いてあってですね、歩きやすくはなってる感じね。すごい人もすごいし、3連休の結構高いところにいるから、そして風が冷たい。今日はね、11月の23日か23日、3連休の最終日だね。長野に来てますよ。長野市久々に来たね。長野もすごくなんかいいですよ、楽しいですよ。なんかこんな建物もあって、お寺だからどうでもわかんない、これが資料館三重の塔。上には、ね、行けなかった、まあ、中の資料館も全て撮影禁止ですね、撮れなかった。まあ、あの仏像とか絵馬とかそんなのがまあ展示してありました。昔のね、あと銅像みたいなのとかね、そんなですね。まあ面白かったですよ。ほら立派な三重の塔。岡本なんとかって書いてある、わからない、読めねえな、読めねえ。まあ行こう。横から見る善光寺でかいですよ、本堂。わあすごい、枯れてるけどいいね、いい景色だね。あそこは何なんだろう、行けんのかな。こういうね、お寺が細々といっぱいあるね。なんかなかなかたくさん、時間がないと見切れないぐらい、全部が全部入れるわけじゃないんだけど、で撮影もねなかなかできないところもたくさんあるけど、こうやって外から見る分にはね見れるから、まあなかなか面白いですよ、面白いというか、宝物館ね、宝物館もなんか有料なのかな。ちょっとね今日は時間がないから帰ります。ただで入るみたいだけどね。はい、6体並んでますね、仏像がね。何なのかちょっと分かんないけど、6地蔵、お地蔵さんだね、お地蔵さん。よし、またじゃあね、仲見世通って戻ろうかと思います。いや面白かったよ、こういうね小さいお土産屋さんもいっぱいある。まあ楽しいですよ、なかなか。善光寺、この牛に惹かれて善光寺参りね。ちょっと意味はあんまり分かんないけどよく昔から言うよね、これ百人一首なの、なんだか分かんないけど、牛に惹かれて善光寺、その善光寺に今は来てます。はい、戻ります。すごい人が来ちゃうからね、この中見世、人すごいよやっぱり。あ、そうだよね、ほら、スターバックスとは思えない怖がりと障子、面白い、スタバっぽくないですよ。